俺の名前は井本流星、25歳、イベント会社で働いていたのだが、すまん、もう給料が払えないんだ。そんな、コロナの煽りでたった今会社をクビになっちまった。まあ会社でもポンコツ扱いされてたし、しょうがない。切り替えて新しい仕事を探すことにした。コロナによって逆に儲かっている仕事とかねえかな。すると俺はとあるネットニュース記事を見つけた。タイで質屋に駆け込み。だって、コロナにより生活苦に陥ったタイの人たちが金やブランド品を売りに質屋に駆け込んでいるらしい。俺はその記事を見て質屋を開業しようと思った。コロナ不況が来る、質屋のニーズが一気に上がるはずだ。景気が悪くなると売りも買いも質屋がにぎわうって聞いたことがある。父ちゃん、新しいビジネス始めたいから金貸してくんね。お前が起業か、父さんは嬉しいぞ。いくらでも貸してやる。両親は金持ちで俺に甘い。開業に必要な金を簡単にゲットした。できるだけ低コストでテナントを借りるために居抜き物件を探してみると、質屋の居抜き物件ならありますよ。マジっすか、ラッキー。質屋経験のあるスタッフを一人雇い、営業許可も得た。そしてオープン初日、ロレックスを査定してほしいんですけど。かしこまりました。想定通り客がわんさか来た。素人の俺はもちろん査定なんてできないのだが、35万になりますね。ネットに質入れの相場価格が出ているのさ。そもそも質入れとは、客が品物を預ける代わりに質屋からお金を借りるというもの。期限内に利子付きでお金を返せば商品は返ってくる。もちろん最初から店に品物を売ることもできる。買取価格は70万円ですね。その場合は質入れよりも高値で買い取り、店で販売する。つまり質屋は仕入れてなんぼ、利息や転売で儲けるわけさ。いらっしゃいませ。今の時代客は無限にいる、ウハウハってわけさ。コロナによって生活苦の人間たち、買い叩き放題だ。もう少し貸してもらえませんかね。あ、無理ですね。社員の給料を払うために会社の時計を質入れする企業の社長。水商売の女性が高級バッグを売りに来た。こちら買い取りでしたら高値で買い取りますよ。じゃあ買い取りで。水商売は廃業状態だ。今なら口説きんじゃねえか。ここにいるとどの業種がダメなのかリアルに見れる。やっぱコロナ不況は大変なんだな。この時期だからこそ儲かる最高の商売だ、そう思い込んでいた。徐々に異変が起こり始めた。最初は質入れしていた客が、すいません、やっぱり返済が難しく、買取でも大丈夫ですか。買取ですね、かしこまりました。店が買取る質流れが増加したのだ。質流れ自体はよくあることなのだが、やべえな、買うばかりで全然売れねえぞ。コロナ不況の影響で勢いは止まらず、店には在庫が溜まっていった。しかし大丈夫だ、ブランド物の価値は下がらねえ。相場よりはるかに安く買い叩いてるからな。うちは買い叩いた分他より安い。売れるのは時間の問題だ。するとブランド物のバッグを求めた客が来店した。水布団のバッグある？もちろんでございます。不況でも儲けてるやつは儲けてる。ようやく売れると思っていたのだが、買い叩いた分うちは他より安いはずが。10万円か、隣の店で買った方が安いわね。何？その客は価格を見て購入をやめたのだ。俺は慌てて販売の相場を調べた。なんと古物市場にブランド品があふれたことにより布団のバッグが6万、売り値が暴落していたのだ。買い叩いたつもりがはるかに下落幅が上だった。このままじゃ売れない。結局俺は高く購入した商品を安く売ることになり、110万円で仕入れたロレックスが相場60万だと。くっそ店は大赤字となった。コロナで儲かると思い込んでいたが逆だった。他の質屋に話を聞かせてもらうと、そのことがさらによく分かった。リーマンショックの時もブランド問わず3、4割も相場が下がったんだ。マジっすか。質屋は不況の影響をもろに受けるのだ。下落幅を読まなかった俺は素人だった。大赤字でブランド品を大量に抱えたまま店を畳むことになった。お父ちゃん、いい経験になったな息子よ。コロナ不況は生き物みてえで怖え。これからどんな世の中になるんだろうな。